番仲いいメンバーは、そうだな、でもあの前のオンラインライブの時に、まあ、リハーサルが結構まあずっとあって、そのリハーサルの合間に圭吾くんとまあご飯食べたりとかしてましたね。中華食べたりとかして、はい、サラダとか一緒に食べたりしましたよね。もう一人の一世のこと詳しくなるそうですね、いい人ですよ。これはスンドゥブ公式ね、ごめんなさい漢字が読めないね。まめちゃんのチャームポイント、僕のチャームポイントは黒です。はい、J1 の曲で一番好きな曲は、最近好きなのはモンスターが好きですね。なんか踊ってて気持ちいいですね。はい、髪染めた時メンバーの反応を教えて、意外とかっこいいねって言われました。黒も似合うけど茶色も似合うねって。スンドゥブスンドゥブはい、そうですよねスンドゥブイコールスンドゥブ。なんでカブトムービー、あ、そうだ、これやっといて全然言ってなかった、ごめんなさい、めっちゃ忘れてた。カブトムービーはですね、あの僕がまあ高校の時にすごい仲良かった6人組かな、僕合わせて6人組の、まあ、グループだったんですけど、まあすごい仲良くて、あのまあいろいろカブトムービーっていう名前でねチーム組んでましたはい、そのグループがまだあの LINE があるんですけど、この間まあ電話しまして、その友達とめっちゃ楽しかったですね。なんかまあその友達も結構あの共通テストが近かったみたいで、あ、待って待って、友達がコメントしてきたこれは熱いな、これは熱かった。今そうなんですよ、カブトムービーってねいう、あの高校の時ですね、高校の時の友達と、いや今も仲良くてすごい電話もしてるんですけど、もう本当にいい友達ですよ。はい、そして6人でダンスチームとかやってたんですけど、僕はダンスチームはそのカブトムービーの友達ではないですね。はい、普通にダンスの友達でした。はいはいはい、いい友達ちゃん、ありがとうございます。いや本当にもう友達はすごい大事ですよね。僕も高校を変えてからこっちに東京に来た時をもう本当になんかすごい友達のありがたさ感じましたよね。はい、あはい、スクショタイムの友達の前でやりたいと思いますいやー嬉しいな、友達来てくれてね。なんかこんなこともなかったですよね。じゃあちょっと最近買ったニット帽かぶって、かわいいですよねこの色、かぼちゃ色みたいな。はい、スクショタイム、ちょっと目が見えない。僕の得意な変顔でスクショタイム終えてます。はい、ごめんなさい。はい、ありがとうございます。アラビア語読めた、ごめんなさい、アラビア語読めないな、ちょっとあのナオトさんも見つけるの大変みたいでごめんなさいはい、むーちゃんくんの友達仲良く、はい、ありがとうございます。もう本当に嬉しいですよ、楽しいですよ毎日。メンバーもいてね、メンバーも僕大好きですから。まあそれとあとプリもねシーズン2が始まるみたいで、ちょっと動画見たりしてね、すごい盛り上がってるなっていう。なんか1分 PR をまあ何人かのやつ見たんですけど、すごいなと思って、1分 PR をあんなに面白くてなおかつ最後まで使い切るのってすごいね。僕はあの1分 PR10 秒ぐらい残しちゃったんで最後なんか自分のやつ見れないですね、もう怖くて。あ、止まってるって、動い、すみません止まってるかな、大丈夫ですか、大丈夫。あ、そうだ、映画楽しみ、そうですね、あの映画のなんかトレカみたいなやつがそのなんか出る出演者のやつが
出演される方々のやつが出るみたいで、あのでもそれはなんかあのランダムなので、ぜひ僕のやつを当てていただけると嬉しいなっていうふうに思いますね。初めての僕の映画なので、まあ自分もまだ僕も見てないので、どんな感じでなるのかなっていうのはちょっと気になるんですけど、皆さんもね映画見ていただけたら嬉しいなっていうふうに思います。メンバーに電話かけて、メンバーは寝てるかな、起きてるかな、やめときますアラビア語、こんばんは、こんばんは、皆さん起きてくれてありがとう。11時52分だよ、皆さんも。あれは絶対確率やばい。確かにすごい、十何種類あるって聞きました。確かに7日で僕一人だけ当てるのはすごいあれですよね。岡村さんエピソードある。いやもう本当に優しい方で、もうオーディションの時からもずっと支えてくださってたので、本当にずっとその撮影時間を一緒にやってたんですけども、すごい優しい方でしたね。嬉しかったです。またいつか一緒に共演できたらなっていうふうに思いますよね。はい、頑張ってまめちゃん当てるね。はい、お願いします。今日は何食べたの？今日はですね、今日はまだ何も食べてませんね。はい、おすすめのドッグフード教えてドッグフード、僕はドッグフード食べたことないんでわかんないです、ごめんなさい。ちょっと今度ドッグフード、はい、食べないですけど。まめちゃんいいね、楽しい、ありがとうございます。まめちゃんフードかぶって、はい、フードかぶりました。初映画の演技はどうでした？そうですね、まあちょっとだけその映画の撮影が始まる前にちょっと監督さんとまあ練習というか、どういう感じでやればいいのかなとかって思い、その打ち合わせみたいなのがあったんですけど、もうその時からすごい僕は初めてすぎて緊張してて、で結構そのセリフとかもいっぱいあったので、それをもう覚えてどういう風にやろうかっていうのに必死で、それこそ翔くんとかにちょっとこの岡村さんの役読んでもらっていいですかって言って読んでもらいながら、自分はその見ずにこう一緒にやりながら、翔くんと一緒にやりながらやってましたね。本当に難しかったですけど、またなんかなんか演技の仕事とかあれば頑張りたいなっていうふうに思いますね。オンラインライブ楽しみにしてるね、ありがとうございます。オンラインライブもバチバチバチコリ決めてやろうと思います。2月20日、今日が5日かな、なのであと2週間ぐらい、僕たちもね、画質電波ごめんなさい、僕たちもしっかりあれです準備しますね。おはようでやんすして、なんか翔也くんが おはようでやんす、なんかこうやってやってたけど、多分こっちっすねおはようでやんす多分こっちだった気がする。はい、次はどんな役したい？次はね、なんかやっぱり青春ものとかやってみたいですよね。男子高校生みたいな。髪の毛いい匂いしないっすよ、もう今日は汗かいてるのでめっちゃ踊ってました今日も。バチクリ決めちゃ、はい、バチクリ決めちゃいたいと思いますね。オンラインライブの日、卒業式、ああそうなんだ、結構早いんですね卒業式。僕はもうちょっと先ですけど、知ってんの死ぬ、あ、おはようでやつですかはい、ちょっとごめんなさい、知ってました。あと最近ちょっとなんか SNS じゃなくて、なんだ、なんかちょっとニュースになってたというか見たんですけど、仮面ライダーのなんかブランドみたいなのが出るみたいで、なんか靴とかパーカーとかで、この靴の裏がその本当に使われてる靴の裏の素材みたいな、素材というかその足跡らしくて、
めっちゃ暑いなと思って、これはちょっと買わなきゃなって思いましたね。はい、まだお風呂入って、まだお風呂入ってないですね。スニーカー靴、そうなんですよ、靴とコラボ、コラボか、コラボの靴か。いやー本当にいいですよね。あとそうですね、特撮ファンクラブでまたなんか僕が好きなライダーのやつが始まるみたいで、それもしっかり見たいなっていうふうに思いますね。お兄ちゃんたちに買ってもらいな。はい、僕5月30日が誕生日なんで、もうちょい先ですけど買ってもらえたらいいなって思いますね。はい、あと 2、3分、だから12時ぐらいまでやりたいなって、あと3分ぐらいかやりたいと思います。はい、だからどんどんなんか送ってください、たくさん。なんか来て、どのライダーが好きなの。そうですね、僕は最近は、いや難しいんだよな、結構でも兜好きですね。まあ結局兜が最強かなっていう、やっぱクロックアップして速くなるし、ハイパー兜になったらあの過去と未来いけるんで、いやあいつ、まあ、マジ強いですね。終わるの早くないって、ごめんなさい、僕の回は結構スムーズにいけてたみたいなので、あの時間的にもね。好きな宇宙人はね、やっぱシオンくんでしょ。今後どんなコンセプトやってみたい。僕もちょっとやっぱあの高校卒業するんで、かっこいいちょっとセクシーな感じとかやってみたいなっていうふうに思いますよね。翔くんのご飯好き、僕かあの林ライスが好きです。はい、今日は誰と何を話した、今日は誰と何を話したんだろう。難しいけど、結構まあみんなといっぱい話したな。敬語長かったのに。敬語くんはなんかあのあれですね、あの大喜利大会やってたので、すごくちょっと長くなっちゃいましたね。プラメ待ってるよ。はい、プラメ送りたいと思います。髪染めたい、髪は染めたのでこれがすごいお気に入りです。林ライスセクシー、 DJ 豆見たいよ。ああそうですね、 DJ も最近やってるのでいつか披露できたらなっていう思います。ダブルが好き。はい、僕もダブル好きですね。それこそダブルの靴も出るみたいなんで、かっこいいですよね。まめちゃんもいつか大喜利大会、いつか大喜利大会、僕はちょっと不得意ですけど。まあ、ケイゴくんと二人でね、やりたいと思います。ケイゴくんの好きなところ、もう面白くて、面白いですね。はい。最高ですよ。あ、また友達からね、コメント来た。あ、嬉しいな。本当に友達大好きだよ。ピーナッツバターね。いろんなコンテンツ出してください。はい、楽しみにしてください。はい、そうですね、もう12時になっちゃいました。クーガも大好きです。レンジャー見ますよ。はい、12時になっちゃいましたのでね、今日はもうこんなところで終わりたいと思いますけど、ラスト明日誰が来るんだろうって感じですね。はい、明日もしかしたらね、わかんないっすよ、誰が来るか。また僕が来るかもしれないしね。はい、わかんないので皆さんもね、明日また11時半楽しみにしててください。じゃあ最後、僕の渾身のモノマネ悟空でね、締めたいと思います。いきます。みんな明日も見てこれよな。ちょっと下手になりました、ごめんなさい。また来てください、ありがとう。明日はナオトさんっていうコメント来て